もう秋の気配っていうよりはすっかり秋になってきましたけどもね、ちょっと撮ってみます。この曲、小田さんのこの曲やるとね、次ね、必ずこの安さんのこっちに行きたくなるんですね。
まあ昔の曲は短いですよね。今の曲って短い曲があるけど、比較的昔の曲は短い曲が多いですよね。3分半ぐらいですよね。で1番2番でおしまいみたいな。今の小田さんの曲ってのは6本ぐらいありますからね。1番2番3番まであったり、1番2番で2番でもうずっと繰り返したりとかね、という感じですよね。まあ、まあ長くなるとなんなんでそろそろやめますけど、最後にあれか、1曲目秋の気配の、ソロギターもやっておしまいにしますかね。涼しくなるといいですけどもね、たまにはちょっと暑い日もあってもいいかもしれないけど、台風が心配ですよね。韓国側もすごい大変そうだし、西日本の人たちも大変だし、東京は恵まれてるっちゃ恵まれてますよね。はい、ということで、おしまいにします。